ここだけフィルムレッドを見てきた。に対する読者の反応集。ジャンプキャラたちの感想すれ。ちょっと無事かか？おら倒せっかな、ワックワクすっぞ。おら、途中で寝ちまったから。やっぱ、叩けは見るより、やる方がいいぞ。悟空さはそういうこと言う。ベジータはどんな反応すんだろ？父親つながりでシャンクスにシンパシー感じたりすんのかな？ふん、カカロットのやつ、途中で寝やがって。そんなだからあいつはいつまで経っても絡めてに弱いんだ。コンドウィスに頼んで、歌みたいな敵、相手の腫瘍をつけてもらうか。家族サービスで言ったらゴードンの姿に心動かされるベジータは見たい。ベジータは、すべてを捨てた今の貴様になんぞ俺は負けない。俺はすべてを背負い貴様を倒す。とまで言った男だから、キリだろうと家族を守り続けようとしたゴードンのこと結構好きそうだけど、楽譜を燃やさなかったことにクソったれ。って言ってそう。ベジータで言えばサイヤ人の誇り捨てるようなもんだからな。あいつのすごいのは誇りを守った上で戦い抜いたことだけど。クリリンは出演してるから家族連れで行くのは躊躇するかな。父親やってるやつは刺さるけど、悟空は全くその手のことは刺さらないからな。こいつとあられちゃんは人間的な悩みから外れているキャラとして設定されてるからしゃあないけど。そっちを期待するならご飯だな。息子が家族にいいところを見せたくて望んだ映画を、つまらないからって寝てた男だ。面構えが違う。なんでだよ。悪いのトットムジカで歌じゃねえだろこんなの。自分は少なのやったことも自分の罪として背負ってるくせに、歌には、歌は悪くない、って言っちゃうの、最高にいたどりって感じがして好き。法が許しても他人が許しても、自分の罪の意識が消えるわけじゃないだろう。お前と同じだよ。日車さんからありがたい言葉。とりあえず日車先生には見せちゃダメだと思う。闇落ちカウントダウンが進んじゃう。スクナは幼馴染一人すら救えなかったルフィの姿を見てゲラゲラ笑ってそう。ゲヒャヒヤヒャヒャ、なかなか愉快な茶番劇だったなぁ、歌。楽しく平和に。くひひ、よう知らぬ愚かで無知な小娘の死に方にしては最高に愉快な終わりだったと思うぞ、なぁ。お前もそう思わないか小僧、お前もあの小娘と同じように、自分のせいで人を殺したんだからな。安心感すら覚える。スクナは、おめえみてえな、カスだよ。イタドリは、楽しみだなぁ。って言いながら一年ずで見て終わった後顔死んでそう。サニーくんと白クマが可愛かった。感想それだけかよ伏黒、イタドリも帰ってきてからずっと泣いてんじゃないわよ。だってよ、歌がさ、最後死んじゃったのかな。生きててほしいけどな。いやー、最後のシーン棺っぽいの見えたけどね。みたいな会話をする一年ずプラス五条。思うところがあったのかじっと指輪を見つめている。ふわー、よく寝た。あれ？何この曲？今どの場面？あ、なんだもう死んだの？歌ちゃん死んじゃったんだ？なんだそっかー。うせろ。そのまま永眠すればいいのに。こいつで禁にしろ。帰りたいっつってんだろ、のシーン。イタドリも歌も自分の意思とは関係なく大量虐殺してるんだな。お前のせいで人が死ぬんだよ。あ、もう死んだ？そりゃあんだけ毒キノコ食べてたからねー。ま、こんなもんでしょ。東堂はもっと歌にタッパがあればなとか思ってみてる。こんな別れがあるかよ。俺らと感想変わんなくて草。現代日本設定のキャラは俺らと似た感想になりそう。肉飯やめろ、悟空はもっとこう。割と視力深くなってしまった父親で。何も思いつかん。あんたもジャンプキャラなんだから映画の感想言ってけ。歌はあの日死んで。夢の中にいたい気持ちもわかるよ。それでも生きていければ。ルフィたちは生き残ったのだからそれで十分だろう。幼馴染が死んだからなんだというのか、主人公が死なずに済んだと思い元の生活を続ければ済むこと。この、意志を継ぐことの尊さを認識して最終戦に突入したから地獄で上映会してたら最後のルフィのノルマに絡めてさらに余計なこと言ってそう。10年以上関係の離れた人間などもはや赤の他人だろう。赤の他人が死んだくらいでいちいち気にするとは。理解できん。お前たちは現実世界に戻れたのだからいいだろう。勝手に女が毒を食して死んだ。これだけだろう。やはりお前たちは異常者なのか。心底理解できんな。廃止の呼吸。やだ。ご本人。大量に焼かれて消えろ。無惨はこういうこと言う。でかい目うまいな。柱たちもいい反応しそうだ。幼馴染を犠牲にして生き残った富岡さんとかやばそう。甘露寺。歌ちゃんの最後がかわいそうだわ。胸が苦しいわ。イグロ、
信じない。俺は信じない。姫島、南無阿弥陀仏。富岡、少なくともルフィという新時代を託せる人がいて、歌は幸せだ。望んでいた夢の世界に行けたのだから。ただ俺個人としては現実が辛くとも生きていて欲しかった。富岡さんは、あんたみたいな、言葉足らずだよ。悔いも心配もない、と思っていたんですけど、家族に先立たれるって悲しいことでしたね。怒ってばかりで忘れてしまっていたかもしれません。ナルトキャラ、微妙な顔してあの顔思い浮かべてそう。フルフルに。ナルトやサスケは父親の目線で見てしまうんだろうな。だから笑って別れよう、のシーンや、終盤のシャンクスと歌が話してるシーンで天を仰いでしまうナルトとサスケはいる。ナルトは火影でもあるから世界政府の意見もわかるんだよな。なあ父ちゃん、もしも俺が、悪い。やっぱりなんでもない。ナルトがわかるってばよしそう。ナルトは無限つくよみのせいで両親を殺されてるからどう感情移入していいかわからなくて複雑な顔してそう。ナルトはキュービを体に秘めて迫害までされてたからな。歌で言えばトットムジカについては隠されたまま迫害されるようなもんだし、親になった今はゴードンの親としての苦悩にも共感してそうだし、ナルトにはいろいろ刺さるだろうな。トットムジカのバカはどこだ？現行作品だとイッチゴッチ組が大ダメージ受けそう。特にモイちゃんがやばい。6年ぶりに会った幼馴染を守るために強くなった男にレッド見せちゃあかん。悲しいなぁ。後でかかったなぁ。ナミとロビンの服よかったなぁ。俺もあんな奴らに囲まれたい。結局ルフィへの嫉妬かよ。デンジ君、今日はフィルムレッドを夜中の12時まではしごしまくります。一緒に脳を焼きに行こうか。ロイドは父親になった男ではあるが、思うことはあるかも。ロイド。あーにゃ。父が映画を見てからすごい落ち込んでる。ロイドとヨルさんはちゃんとアーニャを育てようと決意する。父は幼馴染一人も救えなかったからね。ルフィの幼馴染が出る、シャンクスも活躍する、それくらいの前情報だけでワクワクして見に行ったらとんでもないもの見せられて情緒破壊されるのはみんな同じだね。例外なくお艶になる UHA20 名プラスオールマイト、イレイザーヘッド、オールフォーワン。無知な少女が救世主として祀られるが世間知らずゆえにつまらない世界だ。まあ、根本的に破綻してるんだから仕方ないか。ああ、あれが個性なら僕が有効活用してあげてたのに。ボンドたち小学生組にはちょっとこれ激物すぎるな。小学生の頃別れた友達が大きくなったら世界滅ぼす系ラスボスになってるんだもん。いつもの二人プラスボンド&ロボコ、超号泣する。歌の存在に脳を焼かれるシャンクスの夢女子ロボコ、と思ったけどあいつはサトルの夢女子だったな。ムロとロージーの二人がナナちゃんと一緒に行って、ジャンプの看板とも言える映画だとワクワクしながら見てみたら結末を見て、円柱のことを思い出しておつやみたいな空気になってそう。ブラッククローバーの大半がおつやで出てきそう。黒の防御メンバーは大体号泣してる。うまく言えないが台が刺さりそう。見終わった後、ねえポップ、もし俺がとか言って、ポップは察して死ぬ気で止めるぜとか言うけど、地上を去るのを止められなかったんだよな。ねえハドラー、歌ちゃん死んだの？よろずやが言ったら新八が即座に歌のファンになるのはわかる。そして死んだ目をして劇場から出てくるのはわかる。多分銀さんは俺らが思ってる以上にメンタルに大ダメージ受けてそう。銀さんいつものギャグみたいな泣き方じゃなくて、ガチの涙流しそうな感じがする。銀さんは肩くりで出演してるから、歌ちゃんのサインもらってきたぜとかめたいこと言う。見る前、俺シャーロット家の長男だし歌ちゃんのサイン直接もらえるぜやったぜ。見た後。銀さんとかも幼馴染救えなかった側だからね。でも銀さんは大ダメージ受けても傷は傷として受け入れた上で、前向きにダラダラ生きている人でもあるから。幼馴染組は何かしら刺さる、銀玉の銀とキズラ高すぎ、ヒロアカのカッチャンデク、ドラゴンボールのトランクス5点、ブラクロのアスタユノ、あといろいろ。クロバス勢はいろいろ思うところありそう、ただそれはそれとして歌と自分を切り離してみてるからダメージは少なさそう。獅子王様はファンの人々と歌が嫌いだというのはわかる、誰か意味をお願いします。所詮この世は弱肉強食、甘ったるい理想で新しい世界を作れるわけはねえ。お前は最初から魔王の力で世界を制圧するべきだったんだよ。そこは履き違えたから負けた。違うか、難しいわ。ユティさんは涙ぐみ、天之助は号泣してドロドロに溶け、ドンパッチは空気をどうにかするために、私の方がこの映画にふさわしいわ。
と弾け出してボーボボが、うるせえ、と殴り飛ばす。この映画、ボーボボにとっての地雷じゃねえか。幼馴染と家族との別れとか、他のメンツが話し進んでいくたびにボーボボをチラ見することになりそう。暗殺教室のE組も脳みそ焼かれる、コロ先生が一番泣く。島を一夜で滅ぼすほどの脅威を秘めた楽譜。廃棄をためらう気持ちはわからんでもない。泣く理由は理解できないがな。丈太郎はジョリーンに愛情が伝わっていると思っていて失敗しているから、すげえ気まずいかもしれない。ジョリーンは歌にめっちゃ感情移入してそう。岸辺露伴。ふん、ヒロインに刺激的な過去を持たせて感情移入させた後に作中で死なせる。散々使い古された手だな。そこだけ見たらチープと言わざるを得ないね。だが、歌唱力が非常に高い歌手を起用し、歌が歌姫だということにリアリティを持たせ、作品のクオリティをぐっと上げる。そこは見事だったと素直に褒めておくよ。東方丈介。要するに面白かったってことっすよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。